うっちゃんドライブ苦労してるな。そう。まあでもそんな苦労してる子でもたくさん乗ればちゃんと慣れるっていうこと。そうですね。もう今は全然慣れてますね。一応置き水してないのでお水が出し入れできる噴水器あるといいかなと思います。私は2時間に1回ロングドライブ中もサービスエリアや道の駅で休憩することを心がけているので、休憩のたびにはるちゃんにお水飲むか飲まないかっていうのを確認しています。うちの子たち車の中でも普通に水置いとか飲むんですよね。いやそれすごいですよね。うち北海道なので山道とかが多くて、ああボコボコしてるんですね。そうこぼれちゃうのがすごい多いですかね。ああうちちょっとしか入れないです。高いやつに、うん、さっきのやつのすごい大きいやつ、うんうんうん、いつもそれ車に置いてて、ほんと数ミリくらい水入れて飲んだら補充飲んだら補充って。いやそれ賢いですね。トイレとかポータブルじゃなくていいですね。ポータブルじゃなくていいです。何でも、うん、うちはうちにあるやつを、うんうん、車に詰めトイレで大事なのは車のスペースに合うかどうかだと思うんですね。そうですね、うん、人が快適で猫が快適でスペースを圧迫しないようなトイレ何でもいいと思います。でできるだけ猫ちゃんが慣れてるトイレですね。一番ポータブルにしなきゃいけないのってやっぱ持ってく人側の不便があるからポータブルにするわけで、うんうんうん、重くて邪魔だから。そうですそうです。猫ちゃんからしたらポータブルじゃない方が絶対いいんですよ。そうポータブル浅いじゃないですか。そう浅いですよね。あれは絶対にアナゴが全部砂をこぼすので深くないうんうん。トイレって何キロ以上のドライブからあった方がいいと思います。何時間以上か。うち私のアパートと実家までが1キロくらいなんですけど近っ。そうそれでもトイレ積んでないとうなぎが車に乗ったらすぐにトイレに行くんですよ。あなんでその1キロの距離でもトイレ積んでました。あ本当です。そっかそっか。回数重ねてくると今ではもう乗ったらすぐにトイレ行くってあんまりないんですけど、うんうんうん、もうちっちゃかった時は車に乗ったらトイレっていうのがすごいあって、うんうん、必ずって言っていいほどしてました。習慣づいちゃうとやっぱりなきゃダメですね。うん、はるちゃんね結構外でトイレするのが好きなんですよ。実は猫ちゃんってそんなことあるんですね。恥ずかしい話。いやうちの子絶対ないですわ。そうなんだ。珍しいんですかね。猫って決まったところじゃないとやらないって言いますもんね。そうなの。あなた猫じゃないの。だからうち多分トイレ最悪積んでなくてもなんとかなるんですよね。それはもう完全にその子の習慣ですよね。うちは絶対にないとダメな派。まあでもあると安心なのは間違いないですよね。そうですね。しないときはもう全くしないんですけどね誰も。うんうんうん。あった方が。トイレ我慢させること自体が怖いですからね。なんか同行園とかになりそう。うんうん。時間を問わずあれば安心っていうのは間違いないと思いますね。うん、そうですね。短くても乗せます。うんうん。車の汚れとかって結構怖くないですか？そうですね。すぐに洗えるものとか、もう汚れたら交換できるもの。うちは基本的にレジャーシートとブランケットとか、うん、毛布とか、うんうんうん、ああいうものを置いてます、うんうん。そうですね。うちだったらペットシーツとか結構そこら中に敷いてたりしますね。トイレの端っこでおしっこする癖があるので、結構漏れが多くて。うちはトイレの周りにはペットシーツちょっと広めに敷いてたりとか、たまに毛玉吐きそうになることもあったりして、すぐにサッと出せる位置にペットシーツは何枚か用意してあります。ウェットティッシュでもウェットティッシュ置いてますけど、そんなにお水こぼしたりとかトイレがちょっと汚れたりとかそういうことって使ったりしますけど、あんまり使わないですね。そうですね。うちなんて人の方が使ってる回数多いぐらいですよ。あ、わかりますわかります。手拭く手拭くって思う。まああると便利ですね。そうですね、あると便利です。はるちゃんみたいになんか毛が長い子だとトイレした後のお尻拭くのとかって、うん、あないですか？あんまりこの結構なんかいつも改便
あ、上手なんですね。あ、でも一回すごい必要だなって思ったのは、まだ給水器じゃなくて水入れ使ってた時ですね。ちょっとコンビニに行った間に留守番してもらってたんですけど、その間に置き水の水を踏んだらしくってその足でトイレに入ってたことがあるんですよ。あ、やばいですね。うち、あの、ベントナイトの鉱物砂なので、それが足について、その足で歩き回った跡が車中についてたことがありました。あ、ウェットティッシュ必要ですね。あれほどウェットティッシュがあってよかったと思ったことがある。うちも車に置いてちょっと出かけてる間に、ダッシュボードとか助手席とかなんかよく乗ってて、綺麗に可愛い足跡ついてることよくあります。やっぱ必要ですね。そうですね。あれがあったから置き水やめたと言っても過言ではないです。あ、ちょっとちまだそれ出会ってないんで置き水ですね。いい子たちだ。猫ちゃんのドライブの安全確保なんですけど、基本はやっぱりキャリーの中に入れて、そのキャリーにシートベルトかけることですって言いたいんですけど、私のチャンネル見ていただいてる方はご存知の通り、うちはやってません。うちもやってません。ちょっとはるちゃんがキャリーの中で乗ることが難しいんですよね。どうしてもやっぱり外が見たいみたいで、キャリーの中にずっといると今何してるか不安になっちゃってずっと泣くんですよねっていう部分もあって、現実的にはかなり難しいのかなと思ってます。うちはそもそもキャリーを持ってかないので現実的に難しいですね。そうですね。一応これだけは守るっていう基準が猫ちゃんのドライブにはあって、運転席には物理的に行けないようにしないといけないんですよ。うん、これ、あの、道路交通法です。ワンちゃんでもそうなんですけど、運転を猫ちゃんが妨げるようなこと、例えばブレーキの下に潜り込むとか、運転席の前のダッシュボードに乗るとか、そういう運転が危なくなるようなことは物理的にできないようにさせとかなきゃいけないって決まってますので、うちは一応キャリーから出してるんですけど、リードとハーネスは必ずつけて、でリードは短めで長さ的に運転席にはいけないようにしてます。個人的にドライブ初心者さんにおすすめなのは、猫一のポータブルケージにシートベルトをかけるっていうのは個人的に結構おすすめだったりしてます。あれにシートベルトってかけられるんですか？裏にバンドついてるんですよ。ああ、そこに引っ掛けるというか、そうです、通すことができる、ちゃんとできるようになってるんですね。うん、ドライブケージにもできるっていうのが一応一つ売りなんですよね。ああ、そうなんですね。結構かけ方には工夫がいるけどできなくない、ちょっと最初は大変かもしれないです。なるほど。はるちゃんは最初ドライブこれでやろうとしたんですよ。ポータブルケージに入れて、トイレも中に入れちゃって、シートベルトかけてやってたら、やっぱりなんか途中で外が見たいって騒ぎ出して結局あの出す羽目になりましたがでも一応ポータブルケージとシートベルトでもう到着までずっと寝てましたとかいうレビューもたくさんあるので、まずやってみてもいいのかなと思います。安いしね、ポータブルケージ。そうですね、あれ結構大きいからいいですよね。猫ちゃんたちを車に乗せるときに準備しているものをご紹介したいと思います。まず一番下に引いてるのがレジャーシート。お水とかを車の中に置いてるときにこぼしても水が弾くようにレジャーシートを引いてます。汚れたときにはすぐに外に振り払ってね、ゴミを落とすこともできるのでおすすめです。で、その上に夏用のクールマットを、冬だったら厚手のブランケットとかそういうのを数枚用意しといて、暖かくねできるようにしてあります。お水入れとご飯の入れ物は使い捨ての容器を使っています。あとはおもちゃもね一緒に置いて、うちの車には貨車分とかね、そういう猫じゃらしを上から吊るせるところがあるので、そこにね刺して吊るしています。なので車が揺れればおもちゃも揺れるよみたいな感じです。で、トイレ、家で使ってるものと同じトイレをそのまま車の中にも持ってきています。猫ちゃんによってはトイレが変わったらおしっことかねうんちとか出ないよっていう子もいるので、うちはそのままこの大きいトイレを車の中に設置しています。あとはウェットシート、普段は使わないっていう方もちょっとあった方がいいです。ペット用じゃなくてもノンアルコールの人用のねウェットシートでもいいのであると便利です。ではこれを車の中に設置していきたいと思います。うちは車がちょっと大きいので扇風機を
2台前と後ろに設置しています。結構出力が強くって、出力が強いと音もうるさいんですけど、熱くてハーハー言うよりかはいいので、扇風機設置ねできるようでしたら出会ったら猫ちゃんたちには優しいかなと思います。設置していきます。まずは一番下にレジャーシートを引いていきます。どんなレジャーシートでもいいですよ。うちは山用のちょっと大判のレジャーシートを使ってます。これでも2000円くらいなんですって。でこれを車のサイズに合わせて広げていきます。結構猫ちゃんたちってこの周りのこの部分とかにも手を置いたりするので、広げれるようだったらしっかり広げといた方がいいです。まずはレジャーシートこんな感じです。次にそれぞれを設置していきたいと思います。次に使わなくなった敷布団のクールマットというか下に敷くやつなんです。別に何でもいいですよ。夏用のブランケットとか、もうそのままね普通のブランケットとか、冬になったら暖かくしてあげたいので、ちょっと厚手のねブランケットとか置いてもらったらいいかと思います。うちはあちらに設置します。後ろに荷物を置くので前の方に猫たちがね来ても大丈夫なように設置します。こんな感じで、次にトイレ設置します。トイレは助手席に座ってるママが泊まった時に片付けやすいように助手席の後ろにうちは設置しています。結構大きいですけどね、あそこにああやって設置で、あとは水入れとご飯入れをこぼれてもいいように洗えるようにあそこのマットの上に置きます。あとはお気に入りのおもちゃをこのね天井の隙間に刺すとブラブラと揺れるので勝手に遊べるよっていうシステムです。これで後ろにこのペットカートと他に荷物があったらここら辺に載せていって、前半分がね全部猫ちゃんのスペースになりますよという感じです。キャリーとかがあったらそのマットの後ろ側にね設置して入れるようにしてあげています。遠出になればなるほどね、キャリーとか家とかそういったものもねどんどんちょっと増えていくんですけど、できるだけ半分より前の方に設置して荷物は後ろという感じに。扇風機実際に動かしてみたいと思います。こんな感じです。これで、で猫ちゃんたちに当たるようにこんな感じで、助手席の後ろにもちっちゃい扇風機ついてます。こちらでも風を循環させるように前と後ろに設置してあります。こちらから見るとこんな感じですね。結構いろんなところでのんびりする感じです。フリードプラスの車内を紹介します。7人乗りのフリードと5人乗りのフリードプラスがあって、フリードプラスはですね前が2人ですね、後ろが3人乗れるようになっていて、フリードプラスじゃなくてフリードだとこことここに折りたたみの座席がついてるんですけど、フリードプラスの場合は折りたたみの座席がなくて後部座席が広く使えるっていうのが素敵なところです。後部座席は2つとも折りたためて、どっちも折りたたむと車内をフラットにすることができて車中泊に使えるんですけど、ドライブスタイルの場合はこっち側のシートだけを折りたたんでいます。まずこれ上に上げると正面が折りたためるんですよね。で、この状態からレバーを引くとこちらのシートバックも倒れます。このセイタがベルトで固定されてるんですけど、このベルトを緩めてこういう風に開くことができます。で、このベルトを元に戻して平らな状態を作るためにこの緑のバスマットを1枚敷いてます。若干の段差があるんですけど、この段差が解消されるような感じになります。トイレ若干漏れがあるのでシート2枚必ず敷いてます。このはるちゃんお気に入りのトイレなんですけど、昔紹介の動画作ったこともあるんですけど、引き出しが開くタイプの構造になってるんですけど、ちょっとねどうしても車載にすると車の揺れとかで引き出しが開いたり閉まったりすることがあって、引き出し開くと奥の部分が開いちゃうんですよね。でこの状態でおしっこするとちょっとね床に漏れてしまうことがあるので、必ずシートは下に敷くように気をつけています。運転席の後ろということで一
一番安全な席であるともされているので、ここにしてますね。で、この横にキャリーケースを設置して、お気に入りのトイレの上でも過ごせるし、キャリーケースの中でも過ごせるし、っていうような状態を作ってます。はるちゃんは運転中、キャリーから出してるので、ハーネスで運転席にまで猫が絶対行かないようにしてます。このリードをですね、この後部座席のフットレストに大体固定してますね。このリードはここを外すと簡単にね取り付けができるようになってるんですけど、取り付けできないリードの場合はこれヘッドレストを外すとね、大体どんな形のやつでも取り付けできるようになってます。今運転席への脱出を試みてますが、長さ的にね行けないようになってます。諦めて帰ってきました。ロングドライブ中も2時間に1回はサービスエリアや道の駅で休憩することを心がけているので、休憩のたびにはるちゃんにお水飲むか飲まないかっていうのを確認しています。うちは置き水してないので、この後部座席のドリンクホルダーに水を出し入れできるタイプの給水器をセットしてます。はるちゃんはこの給水器が大好きで、この給水器を使うとよくお水飲んでくれます。することでお水出さないっていうこともできるので、カバンに入れるときはこういう風に。アクアの車内配置をご紹介したいと思います。長距離の運転にも対応できるようなものにしてますのでご紹介したいと思います。うちは3匹いるのでそのような配置になっております。まずはトイレ1つしか持っていかないので大きいトイレを入れています。家で使ってるのと同じもので、後ろの方にあの位置にですね配置しております。キャリーを2つ持ってきて、もう1つは家というかテントみたいなものを置いてあります。見ていただいたら分かるんですけど、1つは背を立てて1つ背を倒しています。そこにキャリーを2つ並べて置いてあります。キャリーをここに2つ置いててもこの隙間からトイレの方に行くことができるので配置的には大丈夫です。今回は奥の方にちっちゃいテントみたいなの入れてるんですけど、通常は3匹ちゃんと入れちゃうような大きなお家を積んでいきます。座席と後ろのここの隙間のところに人間の荷物を入れていきます。なので後ろの方を全部猫ちゃん用ですね。行く時にはここのちょうど隙間の部分にフードやらお水やらのものを置いてあります。まあ移動中は水置かないんですけど、フードは少量ね入れたものをずっと置いてあるので、キャリーとかお家から出てきた時にすぐ食べられるような位置に配置してあります。今回すいません、ペットカートちょっと持ってくるの忘れたんですけど、ペットカートこの後ろのここの部分にすっぽり収まります。アクアのこの幅にぴったり収まるサイズのペットカートだったので、ちょうどトイレが動かないようにすることもできるしという感じになります。この隙間のところには今回旅行だったので爪研ぎとか猫ちゃんのものを入れて持ってきました。もしね隙間があるようだったら自分たちの荷物とかもね入れてもいいんじゃないかなと思います。反対側から見るとこんな感じ。ここに大きな家をいつもなら置いてあります。ここに荷物を置いて、こうやって座布団とかで上から覆いかぶせてあげると、ここの上も歩いて行き来することができたりとかするので、車内が狭いのでちょっとでもスペースを多く取らせてあげたいので、荷物の上にクッションとか座布団とか置いてスペースを広く確保できるように工夫をしています。下に大きめのブランケットを敷いてあります。ウツボが車酔いして入っちゃったりするのですぐに洗えるようなブランケットとかを敷いてあります。大きなペットシーツとかでも構わないので、何か敷いといてあげると安心じゃないかなと思います。水とかねこぼした時にもすぐに交換できたりするといいと思いますので、工夫していただければいいんじゃないかなと思います。最後にホテルに泊まる時の旅を安全にする最後の確認についてお話ししますね。これはですね、モナちゃんのコラボで詳しくやってるのでサクッと確認までにしたいと思うんですけど、まず個人賠償責任保険あると結構安心です。ペット保険みたいに医療についての保険じゃなくって、物損とかお散歩中の事故とか何か猫ちゃんがしてしまった時につく保証になります。使える場合と使えない場合とあるんですけど、賠責保険に入ってると、例えば旅行先でコードを噛んじゃったとか、
何か高価なものを割ってしまったとか、そういう時に保証が下りる場合があります。はい、入ってない場合、今はローソンとかで500円で入れる購買責保険もあって、それにもペットの保証ついてたと思うので、もしいたずら心配だなとかありましたら、ちょっと考えてみてもいいのかなと思います。はい、あとはホテルに着いた時ですね。大体ね、皆さん着いた瞬間猫ちゃんたち話したくなると思うんですけど、一応ねコロナのシーズンでもありますし、換気とかで窓が開いてる場合とかありますので、ホテルに着いたら猫ちゃん話す前に、猫ちゃんが入る部屋は全部窓をしっかり閉まってる、ドアがしっかり閉まってるっていうのを確認してから話すっていうのがいいかなと思います。はい、あと確認してほしいこととしては、夜間救急病院ですね。万が一ですね、途中で体調崩してしまったとか、夜に様子がおかしいとかあった時に電話で相談するでもいいですし、いざとなったらここに行くっていうのを覚えておくといいと思います。夜間救急が少ないんですよね。そう、夜間救急は本当に少ないんですよ。札幌市これだけ大きくても1件しかない。暗い逆にね、遠ければ遠いほど早く対処しなきゃいけないっていう部分もあるので、一層ちょっと体調に注意してっていう目安にもなると思います。はい、それでは初めてのホテル旅行楽しんできてください。はい、行ってきます。ありがとうございます。